なおですね、女性の方が切られ役上手なんです。体が全然柔らかいので、切った時に刀の刃筋に対して体が固く動ける。男は全然硬いので、動けないんです。なのでその点がちょっと加工してください。あと刀の切り方ですが、切る場所になります。時代劇なんか見てるとよくこの辺当ててるのが、あと真ん中とか見える。ただ切っ先さん、9センチぐらいのところが一番日本刀というのは丈夫な場所です。なので切るときは必ず切っ先さん、この場所で切るように、これはどんな剣術でも武術でもそういうふうに指導しています。刀で当てるときも最初は左だ、切っ先さんはここだ、でここから間合いを詰めていったこの場所がつばぜり合いの場所、ここから離れて肩を出して、まさか、ここはまさか、この位置が間合いの位置、この位置にいる限り相手の剣は絶対届きません。だ絶対安定して、ここから一歩踏み込んだところが必殺の間合いで、これを嫌うために肩を出して、つばぜり合いというのが、これボクシングでいうところのピンチです。そう思う。刀がカンバラそうなんです。で、これを頭に入れてもらって二徳門とか見てもらうと、刀の当てる位置がみんなバラバラなんですよ。でこいつらおかしいぞって当てます。お酒飲みながら。ただこれからいよいよお客さん皆さんにちょっと